さあ皆さん、もうすぐ記念日ですよ。今回は一体何を食べましょうか。ねえペコリーヌ、記念日って食欲を満たす日じゃないのよ。あんた祝うより先に食べることが目的になってない？ギャル様、私たちは美食殿でございますよ。お祝いの時となれば、みんなで楽しく食卓を囲むのが当然です。私、今回も腕によりをかけてお食事の準備をいたしますね。ありがとうございます、コッコロちゃん。となれば食材の調達をしなきゃいけませんね。皆さん、早速冒険に行きましょう。あのシェフ長、どうかしましたか？ごめんなさい、食材の調達はみんなに任せてもいいかしら。何よ、みんなでお祝いの準備をしようっていうのに他の用事でもあるの？ね、プレゼントを用意したいの。私から彼に贈るためのプレゼントを。シェフィー様がお一人でプレゼントをご用意されるのですか？ええ、今まではペコリーヌさんやコッコロさん、キャルが考えて用意してくれてたけど、私はいつも手伝うことしかできなかった。だから今回は私が自分で考えて、自身の気持ちと感謝を、いつも頑張ってくれている彼に届けたいと思って。ダメかしら？へえ、一人でね。でも大丈夫？ハードルは高いわよ。私たちのサポートなしでやれるのかしらね。もうキャル、子供扱いしないでくれる？私だって一人前にやれるわよ。今までで一番いいプレゼントを作ってみせるんだから。おお、言ったわね。いいんじゃない、私は構わないわよ。はい、私も問題ありません。成長したシェフィー様の覚悟、温かく見守らせていただきたいと思います。シェフィーちゃんの作るプレゼント、楽しみですね。私たちの分まで感謝の気持ちを込めて、シェフィーちゃんらしい贈り物を作ってみてください。ペコリーヌさん、コッコロさん、キャル、ええ、任せて。みんなを幸せな気持ちにできるものを作り上げてみせるから。じゃあ早速準備に取り掛からなきゃ。みんな行ってきます。いってらっしゃい。さて、何をプレゼントしたらいいかしら。一人で用意するとは言ったけど、何を贈るか決まってるわけじゃないのよね。彼の好きなもの、食べ物とかなら思い浮かぶけど、やっぱり形として残るものがいいわよね。となると、シェフィーちゃん、どうかしたの？なんだか悩んでるみたいだけど。あ、ユイさん、それにレイさんとヒヨリさんも、こんにちは。珍しいね、一人で散歩かな？
ちゃんと前を見て歩かないと人にぶつかってしまうよ。日和みたいにね。ひどいよレイさん。私そんなに人にぶつかったりしてないよ。あ、そうだ、ちょっと聞かせてもらいたいんだけど、もし彼にプレゼントを贈るなら、トゥインクルウィッシュのみんななら何を贈るかしら。岸君にプレゼント、レイちゃんはどうかな。新しいマントとか身につけるものだろうか、もしくは趣味に使える実用品とかかな。例えば釣り竿とか、真心のこもった道具には愛着が湧くと思うし。私だったら何を送るかな。岸くんならきっと何でも喜んでくれるから、私も一緒に楽しめるものにすると思う。なるほど、参考になるわね。ゆいさんはどうかしら。私だったら、そうだね、私自身の思いが伝わるものを選ぶと思う。あ、そのプレゼントを見返した時、キジ君が笑顔になれるようなもの、私のことを少しでも思い浮かべてくれるような。って私言ったら何言ってるの。ごめんなさいシフィーちゃん、こんなの全然参考にならないよね。忘れて。いいえ、すごく心に響いたわ。ありがとう、ユイさん、レイさん、ヒヨリさん、三人とも本当に彼のことを思っているみたい。真剣に考えて答えてくれている。私ももう少し自分なりの答えを考えてみよう。シェフィーちゃん、いい顔になったね。私たちの意見は気にしなくていいから、その調子で悩みながら進んでみたらいいよ。シェフィーちゃん、頑張ってね。うん、本当にありがとう。またね。身につけるものとか実用品とか一緒に楽しめるもの、プレゼントっていろいろな形があるわよね。考えれば考えるほど悩んじゃうわ。やあそこの悩めるお嬢さん、クレープはいかがかな。え、ラビリスタさん。いやあ、ここのクレープは本当にうまいな。口がとろけちゃうな。記念日の贈り物にもぴったりだ。え、あなたは、おとうとくんはクレープとお姉ちゃんが大好きだもんね。プレゼントしたら喜ぶだろうな。しずるさん、プレゼントのことを知って。今なら特別キャンペーンでクレープ屋ラビリンスが直接クレープを作りに行きます。お兄ちゃんも大喜び間違いなし。あ、これ営業だわ。記念日に大量のクレープを受注しようとしている。というわけで少年への贈り物はクレープで決まり、この私が出張して特大ビッグクレープを作ってあげちゃうよ。
いえ、なあ、アキラ、お前の頼みに付き合ってやったんだから、そろそろクレープ食っていいか？というか、やり口がうさんくさすぎて引っかからないだろう、こんなの。ねえシェフィーちゃん、記念日といえばお姉ちゃん、お姉ちゃんといえば弟くん、何をあげたらいいかもう分かったよね。難しい謎謎ですね。すみませんシェフィーさん、節目の時期に稼がないとうちの店いつまでも閑古鳥なので、こんな手段に。ちょっとノエム、もっと美味しそうに食べなきゃダメでしょ。そんな棒読みじゃ宣伝効果が見込めないじゃないのさ。だってアキラの作ったクレープ微妙に普通なんだよな。素になれるほど心に来ないというか。ねえねえシェフィちゃん、おっきな箱を用意して、そこにお姉ちゃんを入れておくとかどうかな。記念日にドカーンってお姉ちゃんが現れるの。甘いクリームを塗って。シェフィさん、多分ここは参考にならないので、どうぞお気になさらず。ええ、今度クレープ食べに来るわね。もしかして…チカ、立ち位置気をつけて、後ろに下がり気味だよ。はい。つむぎ、声が震えていますよ。もう疲れてしまいましたか？そんなことありません。のぞみさんとチカさんに負けてられませんし。やっぱりカルミナの3人、ステージで練習中かしら。練習でもすごく真剣で綺麗。あれ、シェフィーちゃん、どうかしたの？あ、気づかれちゃった。ごめんなさい、練習を邪魔するつもりはなかったんですけど。大丈夫ですよ、軽く流していただけなので。それでも全力になっちゃうのがのぞみさんなんですけどね。それで私たちに何か用ですか、シェフィーさん。なんか真剣にこっち見てましたけど。あの人へのプレゼントですか。それは難しい悩みですね。騎士さんなんて適当なものあげとけばなんだって大喜びするんだから、そんな真剣に考えなくてよくありません？あの人何あげても喜びますよ、ほんと。つむぎ、そんなに何度もプレゼントしているんですね。特別ライブなんてどうかな。え、特別ライブ？彼のためにですか？そう、彼とつながりのあるみんなでステージに立つの。そしてみんなで歌うとかどうかな。レッスンは私たちに任せて。ほう、面白そうな話をしているな。プロデューサー？特別ライブと言っていたな。飛ぶ鳥を落とす勢いの現役アイドルグループがたった一人のためにライブか。私としては全然構わんぞ。本当ですか？ああ、もちろんさ。ではまずは予算の話から始めようか。え？必要なのは舞台、機材、衣装、スタッフ、エイトセット。
無論この敏腕プロデューサーである私への依頼料も払ってもらわなくてはな。まあ坊やのためだ。それは安くしとくさ。失礼しました。予算か。どうしよう、あまり深く考えてなかったわ。バイト代だけで足りるといいんだけど。よし、買いますわ。このお店ごとメルクリウス財団が買わせていただきます。待ちなさい、秋野さん、何を考えてるのよ。ちょっと買い食いしただけのお店を丸ごと買おうとするなんて。でもこのみたらし団子美味しいよ。ブキチも食べる？あ、はやねちゃん、ダメだよ。タレがブキチに絡んじゃ。甘い！このお団子より甘いですわよ、サレンさん。自分自身の直感を信じて動かなければ、商人の世界では遅れを取るばかりです。あなたの直感を信じてないわけじゃないけど、加減を知りなさいって言ってるの。今日これで何件目だと思ってるの？7件目ですね。サレンさんがいるからか、いつもよりハイペースだわ。でも私たちが止めなくていいからいつもより楽にゃ。秋野と視察に出ると疲れるからにゃ。お願いしちゃってごめんなさいね、すずめさん。え？私お茶を頼んでたはずだけど、なんだか変わった色ね。まあいっか。聞くわ。なんなのこのお茶、シュワシュワしててすっごいおいしい。お嬢ちゃんたち、お姉ちゃんとみたらし団子食べない？でかっこいいお姉さんだったのに、助けてブーキチー。このお姉ちゃん、麦酒は臭いよ。あれ、私お茶を買ってきたはずなんですけど。あ、これもしかして麦酒は？なんで？こっちにも問題児がいたわね。マキさん、ゆかりさんをお願い。私は子供たちを避難させるわ。了解にゃ。とりあえず水でもぶっかけておくにゃ。大変そうで声をかける隙がないわね。とにかくお金があればいいってものじゃないわ。何もかもお金で解決してたら自分自身の成長にならないわよ。わかりましたわ。他ならぬサレンさんの言うことです。心に留めておくとしましょう。そうよね、お金がなくてもできることはあるのよね。喜ぶもの？お花の冠とかかな？違うよ、ミミ。
兄ちゃんが好きなのは面白いいたずら。びっくり箱とかあげると飛び上がって喜んでくれるんだよ。それは驚いてるだけでしょ、みそぎ。でもあの人は変態不審者さんですからね。それに合った贈り物がいいと思います。変態不審者に合う贈り物って何かしら。待ってください、真剣に考えなくていいです。その変態不審者っていうのは普通の変態不審者っていう意味なので。普通の変態不審者って何？教科は難しいこと言うな。でもミミもお兄ちゃんにプレゼントあげたいな。シェフィーちゃん、ミミたちに手伝えることがあったら何でも言ってね。ミミたち何でもお手伝いするからね。ありがとう。決まったら頼りにさせてもらうわね。子供の純粋な意見を取り入れてみようと思ったけど、最近の子供は変わったことを知ってるのね。意外とヒントになるかもしれないわね。あそこにも小さな子がいるわ。ちょっとごめんなさい、お話を聞かせてもらってもいいかしら、そこのお嬢さん。ん？どうした、ドラゴン族の娘。まるで幼児にでも語りかけるような膝を折った姿勢で。はあ、世話になっている少年への贈り物で悩んでいると。クロエ先輩大変です。あのドラゴン族の子、子供らしい純粋な意見を求めるって流れで、よりにもよって不純物 100% の汚れた大人ことユニ先輩に声かけてます。パイセンのビジュアルに騙される時点で、あの子の方がよっぽど純粋なんだよな。ま、詐欺にあって学ぶこともあるし、いいんじゃないの？しんないけど。あ、なんかややこしい流れに突っ込んでしまった気がするわ。屋敷、実は君とミミ君らとの会話は漏れ聞こえていた。こう見えて僕もリトルリリカルの名誉メンバーだ。子供らしい純粋な意見には事欠かない。いくらでもひねり出せる。例えば、そうさな。これは僕ならではの純粋かつ独創的な発想だが、野に咲く花で作った手製の冠などはどうだろうか。ちょ、あの人丸パクリしましたよ。クロエ先輩いいんですか？あの汚れた18歳、恥ずかしげもなく10歳の子供を丸パクリですよ。でしょうね。あの人の引き出しに純粋って項目ないし、自分オリジナルのネタじゃ怪しい本とか薬物しか出てこないでしょ。ユニもお兄ちゃんにプレゼントあげたいな。ねえお姉ちゃん、ユニたちに手伝えることがあったら何でも言ってね。ユニたち何でもお手伝いするからね。声をかける相手を間違えたわ。なるほどな、おやつへのプレゼントか。このわらわを頼ったのはいい判断じゃな。何しろわらわはおやつの主じゃからな。イリアさんにはもちろんだけど、ディアボロスの皆さんにもお話を聞けたらなって。プリンなの。頼ってもらえるのは嬉しいけど、あいつの喜ぶものか。そんなの私が知りたいくらいだわ。あ、そうだ、しのぶさんなら占いでわかるんじゃない？プリンなの。
ちろんわかりますと言いたいところですが、占うのはやめておいた方がいいでしょう。答えだけを与えられて用意するプレゼントに意味はありません。プリンなの？赤になったら手作りの下着とか送っちゃうかも。お揃いにして自分も履くの。見えないところで同じものを身につけるってドキドキしちゃう。プリンなの？どうして都を無視するの？プレゼントといえばプリン。山より海より大きなプリンで決まりなの。都さんが絶対にプリンだと思ったので。聞いてもねえ。プリン以外には何かないかな。ないの？プリンだけあればいいの。さあ早く都にプリンを持ってくるの。都よ、あやつへのプレゼントの相談じゃぞ。でも都さんみたいに分かりやすく一つの答えがあればよかったんだけどね。そうじゃな。シェフィーよ、これまでもいろいろな者たちに意見を聞いてきたようじゃが、このままではいかんのではないか。え？わらわたちにはわらわたちだけのあやつとの関係がある。好きなもの苦手なものそれぞれ認識は違うじゃろ。お主がそれをいくつも聞いたとって納得のいくものが見つかるのかも。イリアさん、ありがとうございます。なんだか私空回りしてたかもしれません。ははは、存分に感謝し尊敬するがやい。なんならわらわの配下に加えてやってもよいのだぞ。いえ、それはちょっと。見つけましたわよ、ドラゴン族のお嬢ちゃん。こんにちは、クレジッタさん。はい、こんにちは。お話は聞いておりますわ。記念日に向けてのプレゼントにお悩みだとか。は、はい。この情報、どこから伝わっているのかしら。いけません。細かいことを気にしてはいけませんわ。そのプレゼントの件なのですが、私が忙しい政務の合間を縫って全面的に協力して差し上げます。感謝するとよろしくてよ。遠慮します。即断即断即決で断りましたわね、あなた。なぜですの？私はただ記念日にふさわしい贈り物としてユースティアナ陛下の黄金像を建てようと。ちょっと国費を使いますか。皆さん大喜びでしてよ。象が立って喜ぶメンバーは美食殿にはいないと思いますし。そもそもそんな勝手が許されるわけないでしょ。はっ、ナイトメア。おはははごきげんようでございましてよ。まつりちゃん、ともちゃん、彼女を王宮内にお連れしてくれるかな。了解っす。ほらほら、おとなしくするっすよ。な、ちょっと暴れないで。いい大人が何やってるんですか。もう仕事が溜まってるんですから。お話しなさい、お話しなさいったら。私はユースティアナ陛下から直々に内政を任せられているのですわよ。
だったら国費を私的に使おうとしないでくださいよ。なあもう、まつりちゃん、そっちの足持ってくれるかな。はいっす。クレジッタおばさん、お話は後で聞いてあげるっすからね。私は諦めませんわよ。必ずや陛下への忠誠の証を残してみせますわ。すまないね、迷惑をかけて。いいえ、ジュンさんも大変ですね。誰かの意見を参考にしてるばかりじゃ答えは出ないか。ならどうしたらいいのかしら。そこにいるのってシェフィちゃん？どうかしたの？あら、なんだか悩んだ顔しているわね。もしよかったら先生たちとお話ししてみない？先生たち？ということは、はあ、シェフィッチじゃん。ジョス、元気してた？うちら今からエルフの森の清掃活動行くんだよね。あら、久しぶりね、シェフィ。まったく、テストでいい点取れないからってボランティア活動だなんて。服が汚れちゃったらどうしてくれるのよ。すみません、すぐに汚れてしまう森で申し訳ありません。なるべく毒とかない場所にしますので。待って、毒のある場所があるの？聞いてないわよ。ちょっとスズナ、命がけのボランティアじゃないのこれ。冗談じゃないわよ。マジ？やばばじゃん。毒ってどうなるの？メイクで隠せる？解毒薬はいっぱい持っていますので大丈夫です。葵ちゃん、毒にかかるつもりで行くのはやめようね。それに平気だよ。今日行く場所は比較的安全な場所だからね。楽しそうね。ルーセント学院に通ったのが懐かしいわ。それでシェフィちゃん、何かに悩んでない？あなたも私の生徒だもの、何でも相談してちょうだい。実は記念日に彼に贈るプレゼントを考えていたんです。いろんな人から彼の好物とか聞いたりしていたんですけど、なかなか答えが出なくて。わかります。いろんな人に話しかけられると頭がクラクラーっとしてつい逃げ出しちゃいますよね。うんうん、葵ちゃん、ちょっと向こうに行ってよっか。そうね、きっとシェフィーちゃんにアドバイスしてくれた人はみんな正解を言っていたんだと思うわ。だけどそれはあなたの答えじゃない。きっとあなたの中にも正解があるはずよ。だからそこにたどり着けなければいつまでも答えは出ないわ。私の答え、ありがとうございます先生。私ちゃんと答えを出してみせます。彼に贈りたいもの、
それはきっと私の心の中にある。今の私にあるものをよく考えてみよう。そう、思い出。このランドソルで美食殿のみんなと出会って育んできたいっぱいの思い出が私の中にある。私の中に刻み込まれたその大切なものをあの人に見せたい。でもどうやって。今までもいろいろなものを作ってきたけど、難しいかもしれないけど、私だけの方法で伝えたい。おや？あんた美食殿の。お？あなたたちは。そうですか。あの人への贈り物。思い出をプレゼントだなんて素敵なこと考えるのね。でもその先がまだ何も思いついてなくて、どう形にすればいいのかなって。確かに難しいな。一丁オラと一緒に漫才でもしてみるべか。漫才？もうまひるちゃん、何でも漫才に結びつけようとしちゃダメよ。ドラゴン族の子とコンビ組むなんて面白いと思うんだろうな。ツッコミはその尻尾でどうだべ。やっぱり何かを送るならずっと形に残せるものがいいですよね。何度も見返して笑顔になれるようなものが。ええ、私もそう思っているわ。あれ、ところでリンちゃんは一緒にいたわよね。あ、リンリン、また寝転がって漫画読んでるべ。行儀が悪いって言ったべよ。あ、だってこれ面白いんだよ。私は相談とか苦手だからさ、参加しなくてもいいかなって。漫画？あれ、知らない？物語を絵で描いてさ、読んでて面白いんだよ、これが。それよ！急に大声出さないでよ、もう。彼と経験してきた今までの冒険談を絵で形にする。私の体験してきたことや感じたことを楽しく伝えるために。それができる表現方法、それは漫画よ。それこそ今までになかったプレゼント。でもいきなりでできるものかしら。絵を描く手伝いくらいはしたことがあるけど。うん、私はこのひらめきを信じる。やってみせるわ。よく言ったね。でもそんな簡単に漫画を描けるって思うのはちょっと認識が甘いと思うな。あなたは誉さん？どうして？理由なんてどうでもいいんだよ。今シェフィーちゃんに必要なのは漫画を描くための技術。そうだよね。そうです。だったら基本的なことは私がレクチャーしてあげるよ。いのりちゃん、かやちゃんいるよね。頼んだもの買ってきてくれた？
こっちに目を向けずに話しかけてくるのやめるですよ。後ろに目でもついてんですか。そんなの今更だろう、祈り。ほらボス、頼まれてたもんだ。画材一式、案外祈りが詳しくて助かったよ。はい、お疲れ様。それじゃあシェフィーちゃん、早速漫画の描き方を。待って、話が早すぎる。こんなにしてくれる理由が思いつかないわ。ひょっとして何か企んでたりとか。え？こよぴーこよぴー、ボスがキョトンとしてるです。どうしたってんですか。いつもなら含み笑いで流すのに。ああ、そこのあんた、多分ボスはさ、特に何も企んでないと思うぜ。まあ普段から企みがちな人ではあるけど、これに関してはさ。そうなの？ごめんなさい、私てっきり。そんなことはいいから、さっさと始めようよ。はい、まずは紙とペンね。枠線から引いてみよっか。なんかボス楽しそうですね。ちょっともやっとするです。なんだ、ボスに構ってもらいたかったのか。だったら祈りも手伝えばいいんじゃないか。誰が構ってほしいって言ったですか。こき使われるのは絶対ごめんですよ。祈りちゃん、ちょっと手伝ってくれないかな。仕方がありませんね。まったく人使いの荒いボスですよ。やれやれ、俺も手伝うかね。ダチへの贈り物らしいし。すみません、ルカさん、ギルドハウスを借りてしまって。何、いいってことさ。絵を描ける静かな場所が欲しかったんだろう。うちでよければいくらでも使ってくれ。それに少々やかましいが、暇な連中もいるからね。何か手助けくらいにはなるだろうさ。あら、やかましいだなんて失礼ね。私は普段から静かにしているつもりだけど、そっちの子たちはともかく。ちょっとあなた、その漫画に私を出しなさい。そしてあのお方との熱い蜜月を描くのです。クスクス。ああ、私の運命の人はもっと美形ですわ。修正しなければ。うーむ、もっと効果音とかかっこいい読み方とか増やした方がいいのではないか。仕方ない、この私がルビーをつけてやろう。ほえろペン、うりゃ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 ー。いやー、漫画の足ってやってみたかったんだよにゃー。トワイライトキャラバンの皆さん、手伝いまでしてもらって本当にありがとうございます。記念日の贈り物なんでしょ、気にしなくていいわよ。それより疲れてないかしら。休まずに動ける薬があるんだけど、使ってみる。それは締め切り前の創作者たち推薦の一品。となればナナカちゃんもあの魔法を繰り出すしかない。締め切りの期日を延ばす魔法、名付けてマジ土下座。違いますわ。あのお方のお顔はもっと可愛らしく、端正で美しく、もっともっともっと。漫画とは楽しいもん。
オーダーオブゲヘナイモータルズの物語を漫画化するのもいいかもしれん。団長である私と副団長であるシグルドの戦いの歴史を。すまないね、少々どころじゃなくやかましかったよ。静かな場所がいいなら別の場所を用意してあげようか。いえ、ここがいいです。私が描きたいものはこういう光景ですから。なるほどね。さて、なら私も少しは手助けするとしようかね。助かります、ルカさん。縁起物を探しに行った旅の頃より笑顔が増えたね。いいことさね。一人での作業はやっぱり寂しいわね。でもだからって手を止めるわけにはいかない。助けを求めている者とはその他か。え、な、何？先ほどルカ、トワイライトキャラバンの者たちと会ってな、助けを必要としている者がいるからここに迎えと言われたのだ。あいつへのプレゼントを作っているのだろう。ギニアってスケダチータスです。諸軍への献上品、共に作りましょう。僕の役目は分かっているよ。さあ、美しい僕を存分に描くといい。何でも描いていいんですよね。何でも任せてください。私は多分お役には立てないと思うんですけど、でも先輩が喜んでくれるのなら頑張ります。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。では早速ニンポン政治可能な受注で手を増やします。誰か私の後ろに来て手を出してください。それじゃ実質人員が一人減るんだけど。微動だにしない。完全にモデルになってる。これ書かなくちゃダメなのかしら。こんな感じで。ここはもっと太ましく、もっと突き上げて、ジュリリー。何を書いているの？え、本当に何を書いているの？いや、ダメ、赤ちゃんになってる場合じゃ。あゆみさん、あゆみさんはどう？ここでベタ塗り済ませておきました。それと先輩の髪の生え際をもう少し下げて、肩周りはもう少し細身で、マントの裏生地の質感はチェックが細かい。そもそもいるのかいないのかよくわからない。うむ、そんな気はしていたが、やはりこういった作業には向かないな、私たちは。じゃあどうしてきたの？記念日までもう時間がない。
自分でやりたいだなんて言っておきながら結局間に合いませんでしたなんて言えるはずない。でもどうしよう、まだ書き上がる目処が。おっす、入るぜ。漫画描いてるってのはここでいいのか。わあ、すごいな。シェフィアン、ずいぶん頑張ったんだすな。手伝いに来たさ。私たちが来れば100人力よ。様子を見るにナイスタイミングだったようだね。絵の心得があるわけではないが、手伝わせてもらうよ。皆さん、どうして。なんでってなあ。なんか噂になってるぜ、お前が面白いことしてるってさ。そうそう、いろんなギルドの間に広まってるみたいやね。噂が？今まで手伝ってくれた人たちかしら。いや、多分違うね。情報はピンポイントで伝わっているようだった。誰かがシェフィーさんの手伝いをさせようとしてるんじゃないかな。パトロールしてても町の人たちは何も知らない感じだったね。不思議さ。とにかく手伝うよ、何でもいいってさ。ありがとうございます。じゃあすみません、私が描いたものに色を塗っていってもらえると。細かいことは今はどうでもいい。とにかく私は私のできることをする。では皆さん、よろしくお願いしますね。これで美食殿とつながりのあるギルドには情報が行き渡ったでしょうか。大切な記念日ですからね。私たちギルド管理協会もお手伝いしなくては。時間が空いたら私もシェフィーさんの様子を見に行きましょうか。それにしても今回のシェフィーさんの情報、どうして王宮の方から降りてきたんでしょう。さて、情報をまくのはこの程度で構いませんかね。これでいろいろなギルドが彼女の手助けをしに行くことでしょう。ネネカさん、私のお願いを聞いてくれてありがとうございます。私の力を随分と気安く使ってくれるものですね。彼女を手伝ってほしかったのなら、あなた自身が手を貸せばよかったのではありませんか。だってそれだと私がシェフィーちゃんの作っているものの内容を知ってしまうかもしれないじゃないですか。なるほど、好きな食べ物を最後まで残すタイプですね、あなたは。おいえ、私は食べ物全部大好きですから、何もかも残さず食べちゃいますよ。はあ、とにかくやることはやりました。せいぜい明日を楽しみにしていることですね。はい、すっごく楽しみです。ネネカさんもですよね。まあそうですね。いつでもいいですよ、シェフィーちゃん。シェフィー様、頑張ってくださいまし。ビビってんじゃないわよ、シェフィー。緊張するわ。でもこんな大役をもらったんだもの、しっかりしなくっちゃ。よし、行くわよ。それでは皆さん、準備はいいでしょうか。せーの。
4.5 周年おめでとうございます。皆さん、本日はおめでとうございます。再び節目となる記念日を迎えられたこと、大変喜ばしく思います。ではお一人ずつお言葉をどうぞ。私からですね。私から言えることはたった一つです。嬉しい日はご飯も美味しい。以上です。ペコリーヌ様らしい味わい深いお言葉でしたね。では私からも一言。一歩一歩の確かな歩みを、この先も主様と。あれ、一言？一言なの？私結構長々と考えてきたんだけど、私をこれからも見ていなさいよ。次は私ね。最近、時が過ぎるごとに自分の中に大切なものが増えていくのがわかる。それをもっと増やして、もっと大切にしていきたい。そう思うわ。それでは次はお待ちかねの時間です。シェフィーさんから何か贈り物があるんですよね。え、私だけの贈り物じゃなくて、みんなからの。シェフィーちゃん、その贈り物はシェフィーちゃんが最初から最後まで全力を注いで作り上げたものです。だったらそれはシェフィーちゃんの手から渡すべきだと思います。いいの？なーに照れてんのよ、尻尾が真っ赤じゃない。そんなことないわ。ないわよね。シェフィー様、大丈夫でございますよ。それより主様がワクワクして待っておいでです。さあどうぞ。これ受け取ってもらえるかしら。私からあなたにあげられるもの、それはあなたとみんなと一緒に紡ぎ上げてきた思い出。それを漫画にしてみたの。うん。あ、でもここで読むのは待って。うわー、シェフィーちゃんすごいです。これ絵がとっても可愛くて面白いです。これが漫画ですか。洗練された技術が必要なものだとお見受けしますが、シェフィー様がこのような才能をお持ちだったとは。ちょっと私にも見せなさいよ。私の出番はあるんでしょうね。この美貌がしっかり再現できてなかったら説教よ、説教。あ、ちょっとみんなで見ないで。恥ずかしいのに。どうやら皆さん素敵な節目を迎えられたようですね。この先も皆さんの笑顔が輝き続けますように。それでは改めまして、もう一度 4.5 周年おめでとうございます。